Welcome to Shield Channel. どうも、シルです。進撃の巨人パート4話。お、ミカサだ。どうすかね、何買ったっけ、何、ん、さやをまだ買ってなかったか。1回しか買えられない。あ、4回か。どうしようかね。これでいっかな。普通に。さあ行きましょう。ミカサ。イオン。あ、カモン。飛行士。気持ち悪い。クソ、なぜ俺たちを無視する。飛行士だ、考えても無駄だ。早い、精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。避難完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。防衛対象。アッカーマン、住民に近づく巨人を排除しろ。得点よそよそよ。いただきやで。班長、別の機構士が接近してきます。くそ、また住民に向かっていくぞ。優れてくれよ。連撃。おーおおお。これみんな。イエス、完全討伐。おい、さっさと中に入ってくれ。後ろが詰まってんだよ。ごめんなさい。救援要請。狙う。
SOS やばい。倒せイエス。すげえこいつ、ミカサさすが。よし、この場はなんとかしのいだな。ミカサアッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。サシャ、待て赤馬。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。サシャ、なぜここに。仲間とはぐれちゃったんです。加速不足。ガスは足りない。助かりました。同じ班の人たちを見失ってしまいまして。怪我はない。ならすぐに動く。よっしゃいや面白い面白い、いいね。この軌道感もすげえいいですし、上に行くのがねちょっとね。引き直しはちょっと慣れない。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。原作通り逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。
ルミ。今は干渉的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。お、全員で本部を目指せ。やってやる。死んでたまるか。俺たちも続こう。待って、コニー、これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。次、イエス。もう一押し。ナウス。蹴散らす方が苦戦している。行かないと。私も行きます。今度こそ頑張りますよ。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。この子がね、ちょっとね、行きづらいんだよね。蹴散らして。このままじゃもう時間がないんでね。ガスが足りねえ。本部奪還のため仲間が戦っています。加勢してください。わかった、みんなやるぞ。すまねえな。ごめんなさい。なるよ。死んじゃった。仕方ない。それはもう無理だ。俺一人でできることが。蹴散らして。次、分かった分かった。
間がないね。さっと終わらせよう。ナイス。ここで死ぬのか。やばいな。やられちまうぞ。マニアか。いくらしかね。じゃーん。こっち向くなよ。あの大きいやつを倒せば本部の中に飛び込めるかもしれない。でも周りにいる巨人の数が多すぎる。いくら味方でも無茶だよ。かっさばいてやる。しつこいね。初めの巨人は足が先頭で背後を取りづらい。確かなんて走らせて。アンカー以上は、アンカーが一緒で。味方取れ。連続コンボが超決まって処理落ちしまくってっていう。戦わなければ勝てない。行くぜ。生き延びて。僕は憲兵団に入るんだ。死んでたまるか。倒せ。人間様の恐ろしさ見せてやるぜ。巨人なんて怖くないぞ。もう一つ若さを狙ってやってやるぞ。人類の底力を見せてやる。こいつ生きられるのは勝者だけ。
よし。よいしょ。もう一押し。みんなで攻撃するからダメージがブーストかかってる。よし。ああ、ハードですね。処理落ちするぐらい。すげえな、ミカサ。どうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつもみたいな冷静じゃない。このままじゃいずれ。この世界は残酷だ。そしてとっても美しい。いい人生だった。もう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわあ、来ました。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。いや面白いですねそれしかねえのかっていう。ミカサは強い。はい、そんな感じでございました。ミカサ視点のまさしくこれ本当に原作通り原作を追っかけてるって感じなんですけども、この後どうなっていくのか。そんな感じで今回はここまで。それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。